せないの。そういうんじゃないの。あ、私が入るのかな。あー、来た来た来た。行ってらっしゃーい。行ってきます。ねえ、シュールでしょ、だいぶ。行ってらっしゃーい。これで多分向こう側に届いてるんだよ、多分。そうだ。あ、マジかよ、マジかよ、マジかよ。なんだよ、急に来んなよ。お、すごい。ん？なんか上がってきたぞ。お、もうちょっと。うわ、マリ、怪物が。うん、分かってるよ。そうなんだよね。怪物が来てる。指を刺してる間はずっと。おお、登り損ねちゃったかしこれ。怪物が来てる。ちょっと待って、あ、間違った。怪物が来てる。おお、何？あ、今ね、強いハンドガンのなんだっけ、マグナム使ってみた。おお、どうしたどうした。逃げた。出てっちゃったよ。で、出てっちゃったよ。マグナム強っ。マグナム強いし、なんかこれ出れなくなっちゃったし、こっから。え、私もあのベルトコンベアに乗らなきゃいけないのかな、もしかして。そういう感じ。あ、じゃあこっからだ。あ、そ、え、あー、こんなとこあったんだ。ナタリアちゃんすげえ。ナタリアちゃんアクティブだね。アクティブ、ね。まあ、さすがこの戦場を生き抜いてきてるだけあるよ。そうだよね。あ、ベルトコンベア出てきた。出てきた。出てきた出てきた。やれやれ、リフトのところまで運ぶのは骨が折れるな。これで登るんだ、さっきの。ねえ。うわ、これ運んでいかなきゃいけないの？そうっすよ。パピー。あれ、これももしかしてベルトコンベアなんじゃない？どれ？あ、そっか。地道やな。これ動いてる。あ、これにまた乗せるんだ。そう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 、優秀やな、優秀やな。ちょっと今さら気づいたんだけど、うんうん、声入ってる。え、マイク抜けてる？そんなことないと思うよ。あの、遠いから。あ、大丈夫だと思う、大丈夫。いつもね、声がね、うるさいから入ってる。割れてるもんね、うん、よし、バイバイ。バイバイ、いってらっしゃい。私たちも追っかける、うん、あら、私も乗れんじゃないかなって思ってるんだけど。まあね、楽しいよね、そういうのやりたくなるよね。やりたくなるよね。本当はダメっつうか、なんかその交通規制で違反だけどさ、そう、あのトラックの荷台に乗りたくなるよね。乗りたくなるよね、うん、分かる。その外人さんとかのやってるもん、ね、よくね、そう、映画とかで見る、あれやりたいよね。やりたいよね。でもあれダメなんでしょ、法律的に。そう、ダメ。私免許持ってんかちょっと分からんけど、これさ、ここ私ちょっと登ってきて。あ、そうだね、ここでね、多分ね、上がれるはず。うん、あれ？登れた。え？ん？はまっちゃったで、ヒミ。はまっちゃったみたい。ありがとう。私が多分途中で押しちゃったからかな。大丈夫、大丈夫。これで、ここだ。うん。ああ、あの箱を割るだけなのかな、もしかして私。でもさ、何にもあれ持ってきてない。あ、パパも来れた。パパも来れたよ。よかった。ちょっと待って、何がある上には。あ、玉が落ちてる。でもそれだけ？うん、拾った。あ、ここにも登れる。あー、おー、ん？だけ。あれ？これだけ。でももう一箇所あったよね、もう一箇所あった。これが必要な、すごい前にあったね。いや、なんかいい、楽しくない？今回めっちゃ冒険してない？うん、やっと外に出れたしね。そうだね、やっぱり外安心するね。安心する。しかも前回はさ、うん、あのモイラとかやったけどさ、うんうんうん、なんていうの、あれだったじゃん、なんか時間制限とかあったじゃん。あった、火の中くぐるのに。あれ大変だったね。大変だったよね。あれ引けないじゃん、ここ。私が中に入るんだね、多分こっから。でもベルトコンベヤー、あれ、あ、でも発電はここじゃないもんな、必要なの。そうだ、ここじゃないわ、もう一個の方だから。行きますか。
ベルトコンベアを探す。お？わかんない。なんか乗せられそうだかって乗せてみたんだけど。お？ちょっと待って。これで中のやつ押せんじゃない？ん？これ。ほら。押してみて。どうなんのそれ？どこか開いたんじゃないでも。なんか開いた。あ、そこ開いた。前。え？あ、違うか。待って、おかしよ。でもここもあるんだよ、ね。ほら、ほら、ほら。あ、一緒にやんなきゃいけないんだ。あ、オッケー。せーの。ミカはでも押せない。いくよ。あれ？いくよ。せーの。いや、もうないんだよ。あ、ほんと？せー、あ。いたうるさい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 、こんな大きい音したら何か出てきちゃうよ。いたで、これを運んであそこのとこにね。そうそうだ、入れた入れた。なんかさ、ここだ、ここで必要なんだ。うん、ありがとう。いやー、やっとだね、やっとだね。一つのマップでかなり時間がかかる。かなり時間かかったね。青いやつ出て、あ、私また石持ってくなすっちゃった、ごめんね。大丈夫、パパが何とかしてあげるよ。パパありがとう。パパ敵がいる。マジかよ。うん、しかもあの速いやつ。あ、マジで。じゃあちょっとあの後ろから背後もう一回狙ってみるね。いや、嘘狙えんくね、これ。まだね、気づかれてはない。なんか投げる。あ、後ろ向いた時に行くよ。多分あいつ巡回してるから次右向くと思う。オッケー。おお、さすが。うわ、怖っ。一発だよ。こいつさ、しばらく痙攣みたいなしてるから超怖いんだけど。怖いよね。あそこから開けられるっぽい。あ、あれ、あ、私邪魔。あ、いた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 。開いた。そんでこれを上に持ってくんだ、あそこの。違うか、あ、違うな。あ、そうだわ、持って。あ、これか。そう、これを持って上に行くね。今いける？うん、持てるかい？ちょっと遅いかもしれないけど。あ、来た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 。頑張ってない？これ写真撮りたいわ。もう自分よりはるかにでかいね。そう、ものを。同じ色してるけど、ちょっと、うん、ナタリアカラーだよ、ナタリアカラーと名付けよう。こっちこっち、左から。うん、ここから乗せるのね。ああ、私も乗れる？あ、乗れないわ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。さて、追いつかなきゃ。頑張れ、キキキ。さてさて、なんかすごい今回頑張ってる。ナタリー頑張ってるよ。いいよいいよ。で、次どこに来るんだ？上上。ややこしいね、このベルトコンベアってやつ。ベルトコンベア大変だね。あ、来た。なんかシュールだな、これ。あ、落ちてきた。それをこっちです。かか。昔さ、私ベルトコンベヤーからひたすら流れてくる封筒の中に、うん、あのなんか紙を入れるっていうだけのね、うん、あのバイトをしたことがある。何それ。こういうベルトコンベヤーにね、うん、封筒とかがひたすら流れてくるの。おう。その中にあの私の決まったチラシを1枚入れて、次流して次の人に入れるみたいな。何そのバイト、すごくない？あ、そう、こっち来た、こっち来た、こっち来た。いや、普通に派遣のバイトであるよ、全然。だっていっぱい一人で書類をさ、いちいち一人で入れてたら大変じゃない？あ、大変だ。だからもう流れ作業。すごいね。そういうバイトもあるんですよ。ラーメン屋でしかさ、うん、バイトしたことがない。ないからさ。まあそうだよね。落とせる、それ。ほい、イエーイ。なんかすごいよね。あ、ここで発電所です。はい、落とします。電源、これが電源の代わりになるのかもしれない。じゃん。で、あー、いや、ちょっと待って、やばい、ビビビビビ。なんか一瞬運ばれて、今のもシュールだな。大丈夫、バリー。この辺にミカ、石が落ちてたから。怪物が来てる。ちょっとやめてよ。いやー、いや、まだ生きてる。大丈夫大丈夫。
よし、行くよ。バイバーイ。バイバイ。やっとここから離れられるよ。見て、カメラちゃんと向いてるから。可愛いね。カメラちゃんと向いてるから。おお。これね、思って、え、ここで故障か。ここで故障か。はい。かよ、散々頑張って遊んだのに。もう、どうするよ。こっち？ちょっと、どうしたらいいんだ？あれ？パパすごいね。パパすごいでしょ？あ、うん、あ、ここだ。アップな。もういける？いけたいけた。いや、ほんとナタリアちゃんさ、一からやってって思うけどさ。あ、階段あるよ。嘘、あ、ここに箱あるよ。いける。トッパーズ。こっち？さあ、行ってみようか。うわ、バレた。しかもごめん。全然投げていいよ。怪物が、怪物が来てる。私も何も持ってないんだよね。ああ、待てよ、もうこれでいいか。すげえ、これどこが？すげえ全然違う。頭です。怪物が来てる。ちょっと待って。うわ、大丈夫か、パパ。マリ、怪物が。ちょっと一回離れて。うん。近くない君。ちょっとなんか下がれなかった、写真ながら。イエス。あー、さすが。パパさすがだよ。あんまく走っていかない方がいいね。後ろ取れる場合があるからさ。もういないね、今のとこ。もう上のとこ来たよ。あー、なんか、あ、え、なんだ今これ。めっちゃチカチカ光ってる。お、はい、実験体排気指示書、はい、もうダメ。実験体排気指示書、はい、2010年2月8日本日の T フォボスの実験においても多数の実験体が処分となった、うん、3日分の実験で出た実験体の死骸はおよそ30体、いつも通り回収し発掘場に廃棄すること。怖え。あ、見て、ん、電気来てる。あ、電気来てる。ここに箱が。待って、さっきのやつじゃん。さっき逃げ出したやろい。めっちゃ来てる。あ、ちょっと待って、この変なの投げてくるやつも来てるよ。ちょっと待ってよ。ちょっと一回起きたよ。何これ。待って。これ一回置いて。怪物が来てる。でっかい。投げてくるやつ。でっかいの。強いやつ。でもこれなんか表が邪魔をしてるな。いや、隠してる。うわ、別のやつも来ちゃった。怪物が来てる。こいつ先にやるから。あ、やべ、私狙われてんだ。見えてないと思ってたけど。むずい。動くな。怪物が来てる。よし。いや。頭。あ、いるバレてる。そうだ、こいつもそうだし。待って、あのちっちゃい方からなんか鬼ごっこしてるな、私。うん、こいつ頭、こいつ頭してた。よし、よしよしよし。で、こいつでかいやつだよ。これはちょっとマグナムでささくそそくさとやりたいね。厄介だから。厄介だ。怪物が来てる。お、もうちょっとなんじゃない。下で、あ、怪物が来てる。こいつ隠すんだよ、これで。私が引き寄せたらいいかな。そうだね。怪物が来てる。あ、後ろ見た。今だ。待ってよ。行け。やばい。行け。あ、ダメだ。今の当たってない。怪物が来てる。どうかな。そっち向いちゃった。そう、こっち向いちゃった。うわ。危ない。あ、来た。あー、もうちょい、こっち、もうちょい後ろ向け。あー、また手隠してる。手で。怪物が来てる。向こう向け。あおう。
なんかカニさんなんだねこの人は。あー確かにぽい。手がピースしてるね。なんかさ、クラゲとカニを足したみたいな感じじゃないこれ。クラゲ黒いけどな。なんかほら、なんかそんな感じ。おおイエーイバイバーイ。超アクティブやな。なんかうねうねしたやつもいるよ。これさっき読んだやつか。うん、読んだ読んだ。でね、あったあった、これ運んでおく場所。ほんと？うん、じゃあ行きましょうか。なんかキラキラも見つけたんだよな、どっか。あ、ほんと？うん、これね、あの奥のとこにまたね、よいしょって載せるところがあったので。あった？うん、オッケー、ここにキラリン取れる？うん、取った。ハンドガンです。ハンドガンがあって、あ、もうちょっと奥さん、おじちゃん頑張って。アサルトライフル取れんかった。あ、オッケーオッケー。待てよ。オッケーオッケー、ありがとう、取れた。で、おじちゃん頑張って。パパ頑張って。あ、キラリーン。ハンドガン。ガチャン。開いた。うるさいうるさいうるさい。イエーイ。これちょっと私がしゃがんで敵の感じを見た方がいい。いないね。いない。お、おお。またパパが手を貸してくれるの。でも最後は自分でジャンプするの。うん。へい。よし。よし。どうするの？どうしようか。どうしようか。アレックス・ウェスカーを追い詰めてやる。だってパパからしたら大事な娘をね。そうだよね。そうなんだよ。そしてナタリーちゃん半年も一人で生きてたから何があったか知りたいんだよ。そうだね。真実を。あ。セミ来た。セミが鳴いてる。めっちゃセミが外ででしょ。そう、うん、ここまだ季節冬だから。あ、そうだそうだ、上着てるからね。うん、あ、なんか凛々しくなって、すっげー浮いてる。パパ、待って、私石しか持てないんだから。なぜこうなるのだ。私は死に損ない、この身が醜く朽ちていく恐怖に耐えてきたというのに、なぜお前は生きながらえている、失敗作のくせに。うわー、お前を許さない、この手でひねりつぶしてやる。やめてくれ。あ、あ、ナタリー、ナタリー最強説。どうした、これで終わり。あっ、ネクスタイム。私の姓は誕生の前のためらいだ。とにかくアレックスを追わなければ。ここを行くしかないわけ。あの人はそこにいると思う。この先に全ての元凶が。ちょ、なんだよ。もうちょっとすごい気になる次。あ、あ、変身。変身。あ、変身ね。うん。ジャッジメント終わりましたよ。変身。そんな爽やかな顔して。おお、トリプル A ですよ。イエーイ。うわー。やった。審判終わったー。終わったし。審判終わった。もう、フィギュアもらえたね。めっちゃもらえたね。1時間です。ちょうどぴったり。ほぼぴったり。いやー。うーわ。ちょっと待って。今回さ、なんか、うん、すごいやばい敵とかあんま出てこなかったね。
出てこなかった。ゾンビいっぱいもなかったし、なんかひたすら冒険をするって感じだったね。うん、そしてひたすらすごいゾンビだこいつらっていうのを倒していくっていう感じだったけど、うん、ちょっと待って、うん、いや最後の気になりすぎでしょ。気になる。ナタリー最強説。ナタリー最強説。ナタリアタン。ナタリアタン、あんたが操作してるのとんでもねえやつかもしれないよ。とんでもねえやつだったな本当にな。いやー、ということで次回気になりますね。変身楽しそうだね。楽しそうだね。変身。今日楽しかったんでしょ。あんま使うの叫ぶこともなかったし。なかったし、でも、うん、ちょっと今日は多分、うん、今までの中で一番真剣にやってるから、うん、すごいまともなことしか言ってない。まともなことしか言ってない、うん、最後に締めたから変身最後に言ったかこれさて問題です。今まで自分は何回変身と言ったでしょうか。5回。分かった、計算しとくわ。計算しとく。5回。分かった。多分だって7回ぐらい言ってると思うんだけど。変身。今の入ってないから、ね、含めないでしょ。今のは含めない。あー、5回。分かった。当たったら、当たったら何する。外れたら、うん、もう今度、うん、食べるものにデスソース入れとくから。オッケー。それまでにちょっと体調直しとく。あ、体調直しといて。リアルね。リアル、死活問題です。リアルに体調直しとくわ。はい、ということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回はね、変身の方やっていきたいと思います。変身そうだよ、ナタリアちゃんのね、うん、何かも気になりますしね。言ったらモイラとね、うん、二人もね、うん、あそこで終わってますからね。プレイ中もそれぐらい声張ってくれるとね、編集助かるんだよねそうだよね、今回だいぶちっちゃいと思う。だいぶちっちゃいと思うよ。しかもこの辺で喋ってたから、うん、もうね、まあ、聞こえないと思うので私はもう何とかしますけれども、よろしくお願いしますということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイバイバーイ。はい、動画最後までご視聴ありがとうございます。カミカミやないの。はい、動画最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくねー